はい。ジョディ。いや、ライアンだ。ライアン。あのさ、メールは読んでくれたかな。それってどのメール？3日前に送ったやつだよ。いや、最近 PC の調子が悪くて、メールの内容は？ディナーだ。今夜、おしゃれなレストランで。とにかく、もう遅いし、また今度かな。やだ。ごめんなさい、私。ねえ、それじゃあ、うちでディナーしようよ。新しい部屋を見たいって前に言ってたじゃない？ああ、でも。8時頃でいい？オッケー。ああ、美味しいワインを持っていくよ。それじゃ。だから PC を吹き飛ばしたの。ライアンに会わせたくないから。ねえ、あんたには関係ない。エイデン、私の勝手でしょ。もういい、最低。何度言わせるつもり。私はあんたのものじゃない。私が誰と付き合おうと、それは私の勝手でしょ。ほっといてよ。ちょっとあんた聞いてる？私の勝手、分かった？いい。正直ライアンは好きよ。魅力的で、それに頭もいいし、面白いし。だから本気で好きになりそうなの。オッケー、オッケー。7時間で料理して、片付けて服着替えなきゃ。そのうち料理を覚えなきゃとは思ってたけど、こんなすぐにとはね。なんとか1時間で作れるものを探さなきゃ。冷蔵庫にあるもので、チンジャオロース、これ美味しそう。しかも簡単そうだし。チキンカレーと野菜グリルか。オーブンが時間かかりそうだけど、でも作れそう。宅配ピザ。まあ、合成じゃないけど、準備はいらないし、簡単だし、それもありか。ピザ？だって、すごく簡単だし、それに、彼は気にしない。電話しよう。ねえ、時間の無駄だよ、エイデン。絶対にライアンに会うんだから。さすが、番号は暗記してる。はあ、はい、ピザの L サイズを頼みたいんですけど。スーパースープリーム。8時か8時15分。はい。コロンビアストリート6192番の、そう、9階。わかりました。ええ、よろしく。はあ、まあ、完璧とは言えないけど、これで食事はできる。
もう来たの？いっ。最高エイデン。オッケー、コウさん、ほら、ドア開けて。エイデン！エイデン、ちょっと開けてよ。この家では私がルールなの、エイデン。あんた喧嘩売ってるの？上等じゃない。エイデン、お行儀よくね。私は真剣なんだから、お願い。どうも。あ、2001年のシャトー・マルゴー。いい年だって店員が言ってて。どうもありがとう。いや。散らかっててごめん。まだ引っ越したばかりだから。いや、平気だよ。生活感あっていい。あ、座って。あれ持ってくる。ほら、ワインオープナー。いい部屋だね。え？そう、ありがとう。エイデン、言うこと聞いて。開けようか。うん、私が。そうか。ありがとう。新生活に。新生活に。いつ引っ越したの？2週間前。局が見つけてくれたの。家具も最初からついてて。実は。この町で育ったの？いや、生まれはオレゴンだ。気にしないで。エイデンが邪魔してるの無視してお願い。
待って。お待たせ、ピザ屋。どうも。お釣りはいいです。どうも。ピザ頼んだの何もなかったから。ピザでいいよ、本当に。一緒に。ご両親とはたまに会うの？本当に大丈夫？うん、問題ないから。エイデンがちょっとイライラしてるの、それだけ。本当に。ネイさんは君とエイデンのリンク。ジョディ、エイデンの様子がおかしい。ちょっと待って。あんたのやきもちには本当うんざりなんだ。どこだか知らないけど、いい加減あんたが元いた場所に戻って、私をほっといてくれ。もう出てって。聞こえてるんでしょ？さっさと出てって。今もここにいるの？会話を聞いてる。うん。きっと僕がいるのが嫌なんだ。エイデンの気持ちなんてどうでもいい。ねえ、自分はどうなの？こっちに家族は？いや。やめて、エイデン。もういい加減にしてよ。僕はもう帰るよ。ねえ、ダメ、ライアン。待って。エイデンは独占欲が強い。ちゃんと話した方がいいよ。ジョディ、焦らないで、ゆっくりお互いのことを知ろう。今にエイデンも許してくれる。満足でしょ？思い通りになった？彼は帰ったし、これで私を独り占めね。最高にハッピーな気分になれたんじゃない？好きなだけ見えない世界にプカプカ浮かんで私が泣くのを見てれば。大嫌い！聞いてる？あんたなんか大嫌い！